なゲストをお呼びしています。今年は徳川家康公が亡くなって400年目の節目の年ということで、家康公にゆかりのある静岡、浜松、歌舞伎で家康公400年祭を開催しています。今日は家康公400年祭歌舞伎 PR 隊の家康マンを務める長屋吉本の若手芸人メロアルのお二人にお越しいただきました。それではご登場いただきましょう。メロアルのお二人、よろしくお願いします。はい、どうもどうも、家康マンです。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。米崎さんの人集まっていただきまして、はい、なんと先ほどですね、はい、いただいてもよろしいですか。お、特技？私ですね、はい、徳川15代将軍
昨日寝ずに覚えたんで。じゃあ行きましょう。11代目。言えない。おお、正解。言えないよ。じゃあ僕、みんな難しいとこ言いますね。意地悪ですね。じゃあ最後好きなとこ行ってもらいましょうか。僕6代目。家飲む。おお、正解。家飲む。ありがとうございます。ありがとうございます。まあね、最初は間違えました。来てたもん。女房直虎に育てられ家康公に見出される。この日ながら
法を駆け抜けた。我が身にまとう赤き甲冑、心に決める赤き闘志、指揮する赤き精鋭部隊、捨てて苦しかるまじき敵と見ば敵に手はあるまじと申すべし。我こそ徳川四天王最年少、井伊直政。はい。三河の国上の郷に生まれ、手習いは幼き頃より始め、弱い十三から殿に仕え、武功を称され、八つの字を賜った。我が地位は戦場を駆け巡り、我が立ちはあまたの嘆願を突き破る。地位憲兵の将と歌われし我が名は榊原康政、無理天埋。
まして岡崎公園にて1日2回の演舞を披露しておるわけでございますけれども、はあ、本日は疲れてる大丈夫か、はい、本日はですねこのなぜイオンにおるかというわけでございますけれども、はあ、わしらの演舞場の両サイドにですね、はあ、家康公400年祭というものがございまして、はあ、この400年祭を盛り上げるべく、活動しているわけでございますけれども、はあ、ね、はい、そしてその中で一つ、はあ、第3回、はい、家康公検定という、はい、ものがございます、はい、これはですねあの家康公に関するクイズがね、あるわけでございますけど、これが岡崎静岡浜松と家康公にゆかりのある土地、三市で開催されるものでござりまして、これの PR に、はいはい、訪れておるわけでござります、はいはい、そしてこの家康公検定は、9月の13はい、愛知産業大学で行われます。さようでございます。そしてこの家康公検定の、申し込みの締め切り日が、はい、7月の15日でございます。はい、はい、お間違いのないようにお願いいたします、はい、お願いいたします。そしてこの申し込みは本来岡崎市役所で行われておるわけでございますけれども、はい、本日お客人向かって右手側のところにこちらでございます、はい、受付場所開設しておりますので、ぜひ申し込みいただければと思います。なんとその場で申し込んでいただきますと、なんと皆さんご存知のハコロムフーズ殿よりポポロスパ、ポポロスパ、さらには歌舞伎殿より八丁味噌、さらには岡崎の英雄の岡左衛門殿より岡崎サイダープレゼントでございます。ありがとうございます。ありがとうございます。このサイダーは人気すぎてもうなくなったみたいでございます。なくなりました。お呼びいたしましょう。メロールのお二人でございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。さあ、天狗も駆けつけたところで早速参りましょうか。今ね、ちょうどお客さんが決まっておりますか。その方が失礼いたしました。もうしばらくお待ちください。ただいまですね、椅子に座ってるお客人、1階のお客人にはスタッフのものが回答者でご参加いただくと、はい、全問正解目指してくださいね。はい、いたしますと、はい、では参ります。第1問、現在開催している家康公400年祭とは、はい、家康公が生まれて400年を祝うお祭りである。はい、丸か×か、いい問題だ。現在開催している家康公400年祭とは、家康公が生まれて400年を祝うお祭りである。丸か×かというわけでございますけれども、はい、
みなと衆いかがじゃろうか。答えは決まったかの、答えが決まったら生徒でお出しくださりませ。あの2階3階の方もね、手で OK でございますので。お上手ですね、マリオ。それでは皆の衆、回答は決まったでござろうか。それでは参ろう、はい、せーの、ドロッ。やらんのかい。まるかずやらんのかと。ありがとうございます。はいはいはい、半分半分くらい、はい、半分、結構分かりましたな。はい、はいはい、ちなみにメロールの方々はバツですね。バツ、これは自信ありますか。自信あります。はい、1問目ですからね。これね、これまでと。答えは×でございます。やめよ、おじさんたち並んで、あ、ちょっと帰っちゃったよ。帰った。もう答え丸でいいですか。いやいやいや、歴史はねじ曲げれませんからね。世界先生いっぱいいたからさ。はい、ちなみに解説といたしまして、家康公は1542年に、はい、岡崎城で生まれまして、1616年に駿府城で亡くなりました。ゆえに今年2015年は家康公の400回忌にあたる年でござりまする。と、はい、はい、というわけでございます。まあ1問目でしたからね。そうですね、割と簡単な、答えやすい、はい、ではございましたけれども、まあ、まだまだ問題が続きまする。ゆえに、はい、第2問目へと早速参りましょう。2問目はさあ参ろう、皆の者ちょっとつぼしに参ろう。いいな、大阪からのいいクイズじゃ。さあ第2問参ります。じゃじゃん。イエス公の母お大様は岡崎城の松平広忠殿に嫁ぎまするが、お大の父水野忠政の居城は駿府城である。はい、イエス公の母お大様は岡崎城の松平広忠殿に嫁ぎますが、お大の父水野忠政の居城は駿府城である。さあいかがじゃろうか。これは難しくなったと思う。急に難しいですね。はい、いや、いい感じにみなみな表情に笑顔が消えてきましたぞ。はいはいはい、良いかの、まあ、感動、直感でも良いからのみなみが決まりましたから、それでは早速参りたいと思うよ。参ります、せーの、ドン。はい、どうじゃどうじゃ。はい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 、ということで、はいはいはい、バスが多いですな。居城は刈谷城でございます。はい、お隣でございまして、そのお代の母おとみという人物はですね、慶応院と名を改めますが、この人物はですね、母のお代様に代わって孫である家康公を教育した人物でもございます。はい、ということでちょっと2問目難しかったですので、3問目榊原殿に譲りたいと思います。はい、それではそれがし榊原康政から第3問を。家康公の誕生日は12月26日である。さあ、丸か×かでございます。26日である。あ、いかがでしょうね。いかがでしょうか。26日ですからね、クリスマスイブ、クリスマス殿かもしれませんからね。素敵な3日間です。これ3日連続でケーキが食べれるということかもしれませんから、クリスマス堂々ということで ね。いやいや、こういうことになるかもしれませんが、丸か×かまだ分かりませんから、ね、そうですね、はい、さあ決まりましたか。いかがでしょうか。決戦決まりました。決まっておりますか。よろしいですかね。はい、それでは安田さんより正解発表へと移ります。はい、安田さん、正解は26日の虎の徳、はい、
午前4時頃ですね、はいはい、三河の国岡崎町で家康公は誕生いたしました。父は松平家八代目当主ヒロタだ。母は刈谷の水戸家から嫁いだ五代でございます。家康公の幼い頃の名前は竹千代でございました、はい、ちなみに岡崎ではこの家康公の誕生日をお祝いし、毎年12月に家康公生誕祭を開催しております。はい、家康公生誕祭は毎年盛り上がりますからね。そうですね、あの去年も全国からいろんな武将隊とかね、はい、来てくださりまして大いに盛り上がっておりますので、今年もね大いに盛り上がるということをね、はいはい、準備出しておりますので、はい、ぜひぜひ岡崎公演お越しくださいませ。お待ち申し上げております。最終問題。よし、それでは皆様、こちら第4問が最終問題でございます、はい、全問正解の方頑張ってくださいませ。それでは参ります。問題、静岡名物の安倍川餅湯はわし徳川家康が名付け親である丸か×か。安倍川餅よく食べますからね。そうですね、はい、静岡名物の安倍川餅は家康公が名付け親である丸か×かという問題でございます。さあ、みなみな本日最後の問題じゃいかがじゃろうか。はい、答えは定まったかの。答えは結構良いか、難しいですな。そしてですね、皆様、今回の
願いいたします。本日お